ロイヤル交通株式会社は、埼玉県河野寿司に本社を置く、貸切バス、乗り合いバス事業者である。貸切バス事業のほか河野寿司、コミュニティバスなどの運行受託を行う。埼玉県バス協会会員、全国旅行業協会会員。2009年4月から、河野寿司、コミュニティバス、フラワー号のうち、 カサハラコースと上高コースの運行業務を受託している。また、東京電機大学理工学部のスクールバス運行業務も受託している。かつては、大東文化大学東松山キャンパスのスクールバスも運行していた。貸切バスはほとんど自社運行で、旅行会社からの雇い者は少ない。コウ寿司フラワー号専用車両ロイヤル交通の車両費のポンチョ。 北本駅西口にて、ロイヤル交通が運行している、笠原コース、上高コースでは、バス共通カードの利用はできない。代替として、割引額を、バス共通カードと同等に設定した、回数券を発売している。高野須駅東口から、山田電地区、笠原地区を経由して、上谷総合公園へ至る路線。途中の高野須市役所へは、 日中の便のみ乗り入れる。河野水駅東口から市南東部の上高地区を経由して北本駅東口へ至る路線。北本市内の区内地区にもバス停が数箇所設置されている。河野水駅東口太平住宅団地の区間は市役所第2庁舎入り口経由と人形町経由の2つのルートがあり、日中の一部の便が人形町経由で運行される。 なお、北本駅東口発の最終便は、太平住宅団地止まり、北本駅東口行きの始発便は、市役所第2庁舎入り口始発となる。ありがとうございます。